画家自身のレントゲン写真を参考にして描かれた襖絵や、美術館の会場にそっと息づいている雑草は木を掘って作られた彫刻作品なんです。高橋龍太郎コレクション、アートでチャチャチャ、日本現代アートの DNA を探る展。今回は東京天王洲にあるワットミュージアムに行ってきました。木と書かれた書の作品はその間を抜けることで森の中を歩いているような気持ちになったり、金閣寺が水面に映る巨像と一体化することで展示空間に見えない水面を登場させた作品など、日本屈指のアートコレクターである高橋龍太郎氏の3000点を超えるコレクションの中から40点の作品が選ばれた展覧会です。この展覧会は現代の作家たちが日本の伝統文化、芸術の中からいかに自らの表現へと昇華させたのか、日本の現代アートの DNA を探求する展覧会です。展覧会はワットミュージアムで8月27日まで。ぜひ行ってみてください。